にならねえかな。十五と水月が寝入ったら寝込みのサスケを襲ってやるぜ。興奮する。本当は知ってんだよ、昔君はサスケに。水月、カリンを煽るのはよせ。協力はしろと言ったはずだ。わかったよ。悪かったね、カリン。サスケ！なんだよ、来るなら来るって。サスケちゃん。サスケちゃん。サスケを回復させておけ。ここ今度こそうちの色かでサスケを。てめえ絶対許せないから。すまなかったカリン。今の本気の殺意だったじゃないか。たまんないサスケ。俺たちと同じ知の書か。サスケがどうしてもって言うならついてってやるよ。どういうことだ。心変わりが早いな。よく考えたら見張りも飽きちゃってたところだし。サスケ！よし！サスケ！うちはサスケと二人で。お前もさっさと行け。こいつのこのチャクラ、こいつかっけえ。カリン。サスケ君とちょっと海にね。え？サスケと海ね。あなたたちは留守番よ。オロチマル様と海ってなんか想像つかないっすね。これでオッケー。何がオッケーなんだ。サスケがどうしてもって言うなら背中流してやるよ。断る。あ、もうそんな釣れないこと言うなよ。一回りしたけどこれといったチャクラは感じなかった。戻っちゃおうかな、サスケのとこ。あの二人はまだ帰ってないだろうし。水月が邪魔者はほっといてね、サスケ。お前少し離れろ。
ねえ、どうせならうちとサスケだけでいいんじゃない？水月なんていらないだろ、あれ。わらずサスケくんに弱そうね、カリン。あのね、オロチマル様、サスケがね、うちをね、刺してね。奇遇ね、私もよ。でも今はサスケくんに協力してる。ちょうどいいわ、あなたも協力なさい。仕方ねえな。誰ぞ。チャクラとあの赤髪からして渦巻き一族だな。連中の中にさらにバカが一人加わると。サスケ大丈夫か？ほらさっさと仮面。暗いところでサスケと二人ムラムラ抑えてあんたの面倒を見てやってんだ。いい加減回復しやがれ。大丈夫なのかよサスケ。せめてとろけるようなキスをしてあげる。キス？てめえ何者だこの野郎。色目使ってんだよババアのくせに。傷だらけのサスケもかっこいい。とにかく少し休養を取らないとね。なあカリン。仕掛けたな。サスケ動けないのか。別に術を使う必要はなかろう。うちはサスケ、そのクールな顔もいいけれど、サスケが本当に本当に死んで。起きろサスケ。追ってだ。どうする。寝起きのサスケも、いい。逃げるぞ、準備しろ。あ、なに、その子サスケの彼女？こんなヘチャムクルが、彼女とかありえねえだろうが。ちょっと、ヘチャムクルって誰のこと？サスケ、嘘だと言ってくれよ。嘘だ。うちは、サスケに、サスケに、サスケ、やばい。ほらサスケ、さっさとうちに噛みつけ。ほら早く。なんだ。本当はこっちだ。さあ行くぞサスケ。なぜ嘘をつく。水月はあっちに。うるさいから水月は嫌いだ。行くぞ。話せ、自分で歩く。サスケ、サスケ。サスケのチャクラがない。そんなじゃ。いや、どうやらついてくるようだ。誰が行くっつった。うちはたまたま一緒に行方が同じだった。行くだけで、だからそう。案内しろ。
十五と水月はどうすんだ。あいつらのチャクラはまだ。放っておけ。それより断蔵だ。早く案内しろ。わかった。じゃあな。もう一度あの時の顔が見たかったな。少し手伝ってくれ。なんだ。小鳥を集められるだけ集めてくれねえかな。何をする気だ。前に着てたサスケの服だ。汗の染みついたこの服で。サスケが捨てた服をなんでお前が持っている。そういうのどうでもいいぞ。はざ この野郎待ってろ。カリン、いい、俺がやる。今のお前のチャクラじゃ無理だろう。また冷たく変わりやしないだろうな。でも、やっぱり。ここから出せ。そう慌てるな。今ここから出してやる。今だよね。これ、なんだ。やっぱサスケか、てめえ。ジャクラ感じたんで、まさかと思って引き返してみりゃよ。カリン、かつての良質な実験体がこうも集まるとはね。この感じゾクゾクする。今まで何百何千と出会った中で最高のチャクラ、グッとくる。それに比べて大丈夫か、カリン。ああ、中田より、サスケが感知できねえんだよ。ノアケ。ああ。サスケ。ベー。なんだ、ノアもやんのか、こら。もう面倒くさいな。すげえな、カリン。これは渦巻き櫛と同じ力。